えー、こんにちは、黒田和です今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、電子ドラムを購入したんですね。リモートのレッスンがちょっと増えまして、大学の方リモートレッスンなんで、えっと、こう、電子ドラム買ってね、えーこう、どうしてもタム移動とかがね、説明しにくいもんですから、パッと1個だとね、買ってみたんですけどね。バスドラムとですね、ハイハートのスプラッシュソープがめちゃめちゃうまくできるんで、えー、これを解説していきたいと思います。 まずはですねローランドの電子ドラムですねこの足がスイッチ式のものをあえて選びましたこれ一回僕思想したことあったんですけどこれ使えるなと。 でスイッチ式の方がまあ音が小っちゃいので,でこの辺の話ど,こまでどうやって練習すればいいかって話とダブル奏法とスプラッシュ奏法もできるのでそのお話と足のダブル奏法の基本のパターン練習のパターンですねでハイハートのスプラッシュ奏法を取り入れて、まあ、今回はハイハートスプラッシュ奏法を入れながら、えー、16ビートの新しいこう練習方法ですねでスプラッシュしながら足のダブルを確認するということやってから、えー、まあリズムとしてスプラッシュ奏法を使ってみようというお話ですそれでは では始めていきま,しょうまずローランドのですね電子ドラムの、えー、足がスイッチ式のもの声のタイプを選びましたこれあの足がダブルできないっていう風にまあコメントで書いてる人もいらっしゃいましたがこれ結構使えるんですよ実は足のダブルの練習は全然できるので、えー、これ後で試してみたいと思いますねでこれハイハットこれもですねハイハットのこれもほどすほんとローランドさんはセンシティブでスイッチ式になっててえっ、ー、とちゃんと踏んだらチッてなって 踏んだ瞬間にすぐ離すと、シャーンってなるようになってるんですね。なので、これ実際にハイハットの使い方として考えて、練習する方法をやっていきたいと思います。なので、こっちだとね、あの、もっとマセンシティブだし、えっと、バスドラの感じ、ここ実際の本物のペダルをつけれるんで。だけど、本物のペダルをつけるとかなりうるさいんですよ。ドバッドバッってなるんで。で、この、まあ、うちのあの、 あの、うちの会社のスタッフがですね、ここの下にですね、こう、ぐにゃぐにゃ式のやつですね、めちゃくちゃあの、音吸音するやつを作ってるんですけど、これで吸音つけてるとあ、まず普通の時間帯と草案来ないという話を聞いたんで、あの、また、あの、問い合わせていただければ、も、もしかしたら、えっ、ー、と、その内容のお話をすると思います。で、これハイハートね。はい。 それで足のダブルの基本双方パターンですね。えっ、ー、と、この間 A と B で僕説明したんだけど、ここの A と B で被るんで、1と2に一時期変えてたんでしたね。こちらの方で説明します。ペダルで言うところの1と2、ここを1。普通に踏むやつは全部1ですね。足をこうやって足全体でドカンと踏むやつですね。で、かかとを上げて2で踏むことによって、 で、この位置エネルギーを使って膝を1回しか落とさないけど2回踏めるという、こういうのがダブル走法なんですねで。手もそうで、結局手もこう、こういうふうに。手自体、ここ自体は1回しか振ってないのに、2回ふこの手首のここの関節を使って2回叩くからダブル走法っていうのは、だから速くなるわけですね。なので、太もも自体を1回しか落とさないということですね。で、この4種類ですね。これを練習してみたいと思います。それでは聞いてみましょう。 はい、そうするとですね、ハイハットに対してバスドラが、えー、まずは A のパターンが、ここでせーの、うん、どん、うん、どん。なので、ここの先の方を前にして、うん、どん、うん、どんと踏みます。で、えー、B は、ワン、エン、ツー、ワン、エン、ツー。コツはですね、ワンって鳴って聞こえた瞬間に足を上げる。これがいい感じですね。で、次が、 えっと三番目は今のタイミングで一二二の方の足に行ってトンチートド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 ン,トトンと行くということですね。 はい。それではですね、今の形を使ってですね、ハイハットとの組み合わせを入れて、えー、ドッツとタンドドッツとド,ドンタドンとドン。これ9番って書いてあるんですけど、これあのー、バークリーが昔使ってたやつですね、10個のパターンに、このハイハットを前回やったみたいな、あのを、チーチキチーチコチキチーチキチーとか、えっ、ー、と、手をパラディドにしたとか、いろいろやるんですけど、このパタッチを、えー、10個の形で全部練習しましょうっていうのがあるんですが、9番が一番ね、バランスよく出てくるので、9番を持ってきました。なので、ドン、 ここの部分はこの B のここの部分と一緒でしょでここの要素はチッドドだからここの D の部分と要素でここ21で踏むということねでここはチッドドンのとこはここで21で踏むということねで、えー、タッドンドッドンここは、えー、この B の要素でここから頭に戻るとこが、えー、ウッドドンになるのでこの C のパターンになりますはいそれではこの足のダブルの双方の基本パターンを叩いてみたいと思います ちょっと、ね、足が軽い感じがするんですけど年々叩けますね、えー、練習になると思いますなのでジョジョメイヤーみたいにえー、っとっていうのも結構逆に音出しやすいね四4つ目四つ目要は212121で行った時にもっぺん弾いてこれですね ちょっと音量落ちるんですけど、結構いけると思います。ハイハットのスプラッシュ奏法ですね。電子ドラムでは叩いてすぐ離すと、その音が鳴る設定に、チー、チーってなってますね。え、あでちょっと実演してみます。ジャズではね、かかとをつけたままつま先で離すんですけど、これも、これでもちゃんとそういうふうに音が鳴ります。で、ポップスではですね、かかとで、えっ、ー、と、こう、ハイハットの台の手前を、こう、 こうハイハートの台があってかかとでこの手前を叩き込む感じで音を出すんですけどそれもね感覚でできるようになってますね、えー、非常にいいと思いますねそれではちょっと実演してみましょうかかとを落としたままもいけるとでえっ、ー、とまあかかとをここの部分をこの手前の部分をここをかかとでこうやって蹴っちゃう感じのイメージですねそうすると という形になります。はいそれではその「ツッチーツっチー」っていうのができたんで「ツッチーツッチー」をやりながらこのバスドラの ABCD を練習しておきましょうねで C は「ツッチー」のところのここから返ってくるパターンもあるのでそれも合わせて練習して、まあ、C' ダッシュで考えていただければいいかなと思いますそれではやってみましょうこれが足の A のパターンね B せーの。 では、えー、リズムをスプラッシュ奏法このスッチー「スッチーツッチー」を使って、えー、この形で、えー、スプラッシュ奏法をやりながら右手はライドで叩きながらやってみたいと思います。 はい、というわけでですね、電子ドラム全然練習には持ってこいでございます。でもね、本物とはちょっとニュアンスが違います。かなり近いです。かなり近いけど、僕はやったことがあるから、あ、これかなり、あの、バーチャルでもいけるなと思うんですけど、こっちでできても多分、本物ではちょっとしばらくできないかもしれません。でも、一回掴んだら、家で練習すれば、どん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 、こう、自分の実力になっていくと思いますので、ちょっとニュアンスが違うので、調整が必要ということでですね、電子ドラムですね、今後、あの、えー、これちょっと設定して、 できたのとあのパソコンに繋げたので YouTube ライブもちょっと予定してましてですねそのために買ったっていうのもあるんですよまあ、簡単にね YouTube ライブでえー、っと電子ドラムですけどねまあお答えしていけるかなっていうそういう質問コーナーみたいなやろうかなと思ってますあそれではアンケートで撮ったやつでですね、えー、ドラム対談ということでですね、えー、大阪松井子さんと柴田くんと3人でちょっと対談しようっていうのは決定しましたのでまあ、今月の末から来月の頭ぐらいにはあげたいと思いますというわけで。えー 随時いろいろ YouTube 上げていきますので、またぜひ楽しみに見てください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ メールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした